東京大学フィロムジカ交響楽団は日本のアマチュアオーケストラの一つ、東京大学を拠点に活動するサークルであり、同大学を中心に複数の大学の学生により構成される。通称はフィロ、略称は PSO。1982年にフィロムジカが相談として設立され、1995年にフィロムジカ室内還元楽団へ、2005年に 現行のフィロムジカ交響楽団へと改名された。設立当初はバロックや古典派の楽曲を主に演奏していたが、団員数の増加とともに、レパートリーは多様化した。現在では古典派、ロマン派から20世紀以降の近代音楽まで幅広い時代の楽曲を演奏する。なお、フィロムジカという名称は、ギリシャ語のフィロス、ラテン語のムジカという二語に由来する。 団の運営は、選曲から演奏会の実施まですべて学生が行う。常任指揮者は、2013年より、小笠原義秀が務める。ABCDEF、楽団紹介、東京大学フィロムジカ公共楽団、ut-philomusica.com。2020年12月28日閲覧。過去の演奏会。 東京大学フィロムジカ交響楽団 ut-philomusica.com 2020年12月28日閲覧ありがとうございます。